何なんだこいつ、こんなもんになりたかったってのか。その通りだ。これこそが俺の悲願。生を冒涜し死をもてあそぶ我らローゼンタールが追い求めた神の姿だ。ああ完全なるコンパクト、完全なる肉体を持つ存在、それが神、それが俺だ。くだらねえな、そんなことはよそでやれ。くだらないとはなんだ、お前たちも追い求めていたじゃないか。神ならぬ身にて天上の意志にたどり着くもの、レベル6、あれも似たようなものだろう。俺は一切興味ねえ。必死に研究してるクソってら山ほどいるがね。そうか、まあ俺としてはその研究が大いに役立ったというわけだ。世界中どこを探してもここにしかないからな。1031の死の記憶なんておぞましいものは。おい、今なんつって。俺が神になるために足りなかったもの、それが10000を超える死の記憶、それこそが最も重要な鍵。まさに学園都市様々というわけだ。そうか、お前か。1031の死の記憶を作った張本人。そうか、なるほどなるほど、そういうことか。知っているか、死んでいった1031の少女たちの記憶、その全てにお前のことが記されていたぞ。お前がいかに残酷に無慈悲に少女たちを殺したか克明にな。よくもあれだけ殺したものだ。さすがの俺でも無理だぞ。たった一人で1031人も殺すなんておぞましいことはな。尊敬するぞ。ふざけんじゃねえ、あいつらの死をこんなもんのために。あいつらの記憶は誰のものでもねえ、あいつらだけのもので。お前のような怪物が好きにしていいものじゃねえんだ。しまいだ。なるほど、その力で1031人も殺したのか。だが俺には通じない。何度再生しようが残らずぶっ飛ばしてやる。必死だな、必死必死、でも無駄なんだよ。そろそろ行かせてもらうぞ。完全な神となるにはもう少し時間がかかる。今のうちにあの間抜け闘士様にも消えてもらおう。